ブデロビブリオ属は、グラム陰性弁性功規性細菌の属である。他のグラム陰性菌の内部に侵入し、細胞質を捕食することで増殖する特徴がある。学名は、ヒルのようなビブリオ菌という意味を持つ。これはギリシャ語で、ヒル、9盤）を意味する、デルタイプシロンラムダラムダアルファーと、ラテン語で振動するを意味するバイブロから派生している。 ブデロバイブリオの直接の音車は、ブデロイブリオ英語読みの音車は、デロビブリオに近い。デロビブリオは、川の水、または、土壌で見られ、他の細菌のペリプラズム空間内で生活している。ブデロビブリオの培養には、NB500 を用い、大腸菌を含む柔らかい寒天と混合し、摂氏30度で1週間培養する。顕微鏡で観察すると、 ブデロビブリオはわずかにねじれた形をした、運動性の肝菌で、幅0.3から0.5メートル、長さ0.5から1.4メートル、観察しづらいが一本の弁毛を持つ。大腸菌を養菌していくので、菌層中に食菌されたブデロビブリオのコロニーは、透明なプラークとして観察される。規制と捕食に次いでこの属を特徴づけるものに、鞘に覆われた弁毛がある。 これは細菌においては珍しい特徴である。鞭毛の運動はブデロビブリオが餌に侵入すると止まる。その後鞭毛は抜けることもあり、餌の細胞の外膜から飛び出していることもある。デロビブリオの生活感ブデロビブリオは他のグラム陰性細菌に衝突して攻撃する。その速さは1秒間に体長の100倍以上が記録されている。それは 一本の鞘に包まれた極弁棒を使って特徴的な断片ンンドフィラメント波形で泳ぐ。衝突後、ブデロビブリオ細胞は餌細胞の外膜とペプチドグリカンに吸着し、その後外膜に小さな穴を開ける。デロビブリオ細胞はそれから宿主のペリプラズム空間に侵入する。侵入後、短い識別器があり、この間吸着は可逆的である。識別器後、 ブデロビブリオは、弁毛の反対側の穴を介して、不可逆的に吸着する。ペリプラズムに侵入すると、ブデロビブリオ細胞はその膜の穴を塞ぎ、宿主細胞をスフェロプラストに変える。下水分解酵素の混合液が、標的に対し局所的に使用され、餌への過剰な損傷を防ぐとともに、拡散にも対処している。こうしてできた二つの細胞の複合体は、 ブデロプラストと呼ばれる。ブデロビブリオ細胞は、下水分解酵素を使って、宿主細胞の分子を分解し、分解産物を使って細胞は伸長し、フィラメント状になる。宿主細胞の栄養が使い果たされると、そのフィラメント状の細胞は分裂し、ブデロビブリオの子供ができる。その子供は、宿主細胞を養菌させる頃には運動性を持ち、環境に放たれる。 生活環全体で1から3時間かかり、1つの大腸菌から平均3から6の新しい細胞ができる。フィラメント状の大腸菌のような大きな餌の場合、80もの新しい細胞ができる。ブデロバイブリオバクティリオバリスは、ストールプトスターによって1963年に初めて記述された。かつて、ブデロバイブリオストリーとブデロバイブリオストール p の2種も、 ブデロビブリオとされていたが、2000年に同じブデロビブリオ、目のバクテリオバラックスに移され、ビーストール P は2004年にさらにペルデバクターに移された。ブデロビブリオ目は6から7属が知られているが、これらの菌も同様にグラム陰性菌を捕食する性質がある。エクスペリメンタル・スタディーズ・ウィズ・リバー、バクテリア・プランクトン・アセンブリッジス・ディド・ノット・リビール。ありがとうございます。